高価なおもちゃを買っている方に質問があるのですが、に対する反応集をお送りします。高額おもちゃ買う人やっぱ金だいぶ余裕ある？一個4万円とかするのビビる。食費とか切り詰めてる人もいるんじゃないかな。悩んで悩んで一年に1個買うかどうかだわ。人によるけど、まあ金ないとか縁からな。価格跳ね上がったのここ 1.2 年くらいだしな。金使う趣味これしかないし。当時と比べや役職も給料も上がったしな。独身高齢男性が購買層だからな、ある程度は気になるよ。爪に火を灯して買う人は少ないだろう。ガンダムならプラモとかあるし。去年から集め始めたけど、毎月出費が収入を上回ってて貯金なくなりそうだからどうしようって思ってるとこ。とはいえ整理で売ると買ったより多く返ってくるのが割と助かる。家電の値段じゃん。解体匠機持ってる人はちょっと尊敬する。あれはどうしても欲しくてたの、あれこれ我慢してこれだけはって思い切って買ったけど開ける勇気がない。開封動画の類を見て余計にやっぱこれ開けられねえわってなった。元値が高い玩具って基本は定価以上で売れるからな、数年飾って売るとかでも損しないし。再販しても値上がりして中古相場以上とかなるからねえ。こんなにプレミアついてるレア玩具を手放したくねえってなって結局売れないのが俺だ。売ること考えて買うのは末期感ある。玩具って働き続けないと買えないんだ。俺も10年以上前フィギュア集めてたけど、引っ越しで売ったら7、8割は返ってきた気がしたから、意外と資産になるのよね。リボで買い続けてるから今リボ160万貯まってる。このフェスバー通常とどこが違うのかよくわかんない。実際わかんなくていい程度の違いだよ。によろず7000くらいの頃は同じ機体でも保存用に使ったりしてたメタルビルド。ここ最近の高騰にはついていけねえ。デュナメスのバリ液に4万近くはきつい。余裕ないけど買ってる、貯金してもなんもならんし、カレーとともに興味なくなるとか聞くし。買う金あっても置く場所がない。これから先も買い続けること考えると、すでにコレクションで埋まったこの部屋どうするってなる。特別好きな機体を1個か2個買う程度なら。出るペース早くね最近。価格高騰に伴って平和に語れる場所すらなくなってるのだるすぎる。俺の好きなガンダムはこの手の商品と無縁だから。欲しいもの瞬殺で買えないので支出は減ったよ。とりあえず買っとかないと後で手に入らないのが面倒すぎる。好きな機体とかキャラが出るとかならまだ余裕あるけど、作品丸ごと好きだときついね。シリーズ丸ごと好きだときついね。シリーズ丸ごとだともはや諦めつくつかない時もある。来週 FX 届くこの手の高額商品は初めてだ。金もそうだけど争奪戦がもう辛い、一度いいかなってなったらめっきり買う量減ってしまった。実家暮らしだからギリギリ買える、家族の小言は聞かないものとする。ガンプラでよくない？米印たまにガンプラで出てない機体がいる。本当に好きなものが何かを考えさせられる。余裕あるわけないじゃん。でも、箱から出してガチャガチャ動かしたりして遊ぶ満足感は多少無理してでも味わいたくなる。ダメな大人になっちまったぜ。娯楽ってのは無理にするもんじゃない。鼓動軸さう。言う前に鏡見ろ。楽しんでくれたら本望だと思うよ。金儲けの道具としか見ていない奴らや、横からイチャモンつけるだけの奴らに比べたらさ。安いからってガンプラであれもこれも買ってると置く場所ねえな。ってなったから数年に 1.2 個ガチで好きな機体がメタル化した時に買う方がいいなってた。だけど予約争奪戦がエグすぎて再販で買えたらいいやってなるガンプラに戻りつつある。こっちも主役機以外大概だけど、買ってパッケージから出した時が最高潮で、あとは割とどうでもよくなってしまうの。どうにかしたい。ルナメッサーがどうしよう。知らない機体に 3.7 万はきついし、 MB ストフリ、運命の再販もあるし。ストフリと運命はオーシャン以上じゃないとほぼ買えないんじゃない？年間購入額によるランク条件あること考えたら値段で躊躇してるような人向けじゃないよな、ストフリと運命も。全然余裕はないよ。予備に買っておいたものが高騰したら売却したり、ボーナスを使わずに帳尻合わせてるから激種で、ストフリや運命を高値で手放せてよかった。そうまでして買っても結局一度中身点検して巣立ちさせたのを眺めたら箱にしまってクローゼットの肥やしにしちゃってるけど。組み立てる時に腕が震えない。SED シリーズだけで100万くらい使っとるな。おもちゃ以外に金の使い道がないから欲しいものは何でも余裕で買えるけど。家族とか恋人とか友人付き合いにも金を使ってる人たち羨ましいが、こんな高いおもちゃポンポン出されてもそうそう買えないよ。とか言ってるのに対して貧乏貧乏煽るようになりそうで怖い。人間不信の愛は、人付き合いに使う金あるなら、おもちゃに使うな。金とおもちゃとペットは裏切らん。裏切るのはいつも人間だけだ。
お金も為替相場の変動で勝手に減って裏切るおもちゃも経年劣化で裏切るペットはわからん。そのくらいは普通に想定内やし、さすがに裏切られた内には入らんやろしょぼーん。あーはよー、誰も敵のいない自分の部屋に帰りたいのー。独身男性が飼ってるって意見もあるし、限定版みたいに実際のところ手に入らない人との差や優越感を売る商材になってきてないか？と昨今の商品事情や現象に着目してしまうよ。マジで死者選択しないときつくなってきてるから本当に欲しいと思ったもの以外買わなくなったな。手取り14万しかないけど一つ20万とか平気で使うよ。独身ぼっちならどうにでもなる。それはさすがにもっと稼ぐ努力しようぜ。学生バイトとかかもしれんが。地方の零細だと、正社員なのに手取り14万とか年収300万未満とか結構ザラ。だが、地方でも地元密着型の派遣会社通して大企業の正規登用ありの派遣や機関社員になれば、非正規のままでも零細なんかよりもらえるし、フルタイムだと大体保険も各種完備で厚生年金、正規登用試験受かって正規になれば年収500万超えるぞ。マイルステージでフレーム維持してる程度の余裕はあるオーロラは無理。よほど頻繁に買うとかでもなければ別に高いったって一つ買うだけで家計が揺らぐような価格ではないし、もちろん買う前の躊躇はあるが。稼働ロボットフィグアは動かしてる時に塗装が心配だし、無稼働だと動かしたくなるし、プラモだと完成度上げる腕がない全てが憎い。固定ポーズで鑑賞用と、動かして遊ぶ用、二つずつ買えば良いんだよ。もっとも、最近のバルキリーは変形プロセス複雑すぎて動かすの辛い。ドラケンとかファイター携帯のままで飾ってる。収入増えたら増えた分全部使うから余裕ないよ。転売やって高額なおもちゃを大量に買い占めるんやろ。やばいよな。カードで買って支払い前にさばききるんだぞ。なるほどな。くだらないことにばかり悪知恵回るやからもいたもんだ。まあ結局のところ趣味ってのは余裕のあるなしではないからな。財布と相談しつつ欲しいものを買う。実用性知ったこっちゃない。ゴルフクラブ買ったり、車のパーツ買うのと何ら変わらん。買い物依存症でもなければ好きなものが出た時に積むぐらいだから働いてれば玉の贅沢ってだけだろ。基本はプラモと食玩買ってるけど好きな鉄血のメタルロボット魂だけは買い揃えた。多分来月のバルバトス出たら第5、6形態再現できるバルバトスが出て一旦区切りって思ってるから全部集める。高額玩具の走りってやっぱ完全変形ゲッターあたりかな。何にせよおもちゃに数万とか10万とか異常な世界だと思うし、こういうのにハマった挙句に神さんに捨てろとか言われるのもある意味仕方ねえわってなるわ。ゲッター20年くらい前だっけ？さすがに当時乗って劣化しちゃってるのかな。ちょっと前のセンチネルの SRX も7万くらいしてたな。思い切って買ったキングジェイダーもプロビデンスもまだ未開封。自分にはプラモの方が合ってるようだ。プラモも普通に積んだままに3年って別に珍しくないけどね。自分も分割クレカで払って買ったがもったいない甘い持ちだから開封できずにメタコンウィングゼロたち放置してて色褪せの記事見て結局開封せずにオークション流したな。色褪せする話を知らなけりゃ残してたかもしれんが飾るのと保存にリスクがありすぎるし。プラモ改造する人は特定のパーツのために一機体買うとかザラにあるのもなかなかすごいぜ。今回は以上になります。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。